違う違う違う、あ、来た、 あれ、集金、集金からいらっしゃいました、あら、あ、どうも、どうもいらっしゃいませ、お願いします、どうもよろしくお願いします、急にホームパーティー感がやっぱりマサさんが来ると、はい、ね、コールドラインのボーカルマサトさんです、よろしくお願いします、やば、生相当かっこいいですね、めっちゃかっこいいですね、いや、ぶっちゃけ言うとさっき楽屋の前にこうちょこっと行って最初、はい、俺にしか見えない妖精かなと思ったうん、やっぱかっこよくてかっけえなってマサさんすごいわ、僕は初めましてなんですけど、はい、多分僕も初めましてです、はい、でもリサチはなんか結構前から知ってるっていう、そうですね、相当前ですか、出会ったの、相当前ですね、いつどれくらいですか、まだ本当に多分結成、コールドレイン結成されてすぐの時に私はライブを見たんです、うん、おー、もっとごめんなさい、名古屋でずっとバンド、そうですね、名古屋で結成して2007年からなんです、2007年、17年前、はい、もう16年ぐらいです、16年ぐらい、その時じゃリサチはあの高校生かなんかで、私も地元であのバンドをやっていて、はい、すごい面白いイベントがあるらしいって言って、うん、見に行ったライブに出てて、でここバンド全員イケメンなんですよ、いや、そう、いや、そう、そう、なんですか、顔で選んでるんですか、リアルにかっこよくないですか、そうです、顔で選んでるなんでそれあの曲が作れるんですか、いやいや、じゃあもう話題でしょ、もう当時から、そうそうそう、でもあの私メンバーと一緒に行ったんですけど、はい、めちゃくちゃかっこいいバンドいるんやけどって言って検索したら本当に最近作ったばっかりのバンドだったって、あ、うん、え、年齢的に今どうなんですか、しかもほぼ一緒ぐらいなんですか、一個、あ、それ一個、はい、え、じゃあ僕は一個上です、え、30じゃあ今7です、え、俺ださ、はい、マジびっくりだ、俺普通高校生ぐらいに最初見えたからいや若いな、 30?そうなんですか、はい、でも言われますね、ぶっちゃけ、うん、そうですね、海外とかでもライブやってるんですけど、あの16、17のスケボーを持った少年がライブ終わった後に、よかったよ同世代ぐらいの感じで よかったよ、だってお酒なんて買おうもんならもう身分証明でしょ、もうアイディア、僕らバンドで海外でバー入ったらいきなり入店拒否され、されたら、ダメだよみたいな、おお、その時全員33超えたんですよ、いやだって、はい、肌質がね、うちの5歳の子とあんま変わんないんですよ透明感すごいっすね、その時の印象ってどうですか、覚えてますか、いやでも俺でも多分そのライブじゃないんですよね、多分初めて会ったのは、すごい覚えてるのは、ええ、なんか岐阜でライブした時に遊びに来てくれたのをすごい覚えてて、はい、むちゃくちゃ元気ある、元気でした、はい、うわ頑張ってたんだ来たよぐらいの感じで楽屋に来たよみたいな、はい、あのリサがですか、そうです、あ、多分一回整えてますね、入る前に、今はなんかお疲れ様ですって感じなんですけどリサだよみたいな、どういうこと、今度人んち遊び来て前半1時間一言も喋んない大人になってっつって、おとなしい人見知りのって違う、もうキャピキャピの頃、そうですね、そうですね、なんかボーダーの T シャツかなんか着てて、あ、そこまで覚えてる、すごいキャピキャピしてましたね、ボーダーってパンクガールでしたね、パンクガール、秒のベルトとかしてた、あ、秒ベルボーダーで来たよ、はい、裸みたいな格好で歩いてました、そうか、じゃあ本当はその時期で、じゃあライブで対バンとかそういうのは、うん、まあなかったんですね、ないっすね、はい、なんかお互いの活動は多分見てたと思うんですけど、ずっと、あー、うん、そうか、それから今こうしてこうして、うん、お互いモンスターになって、いやでももう私はあっという間でしたよ、うん、コールドレインさんはやっぱ、うん、で私があの勝手にライブハウスで見て、はいはい、もうその時点で完成されてたから、その時からだってもうオリジナルで楽曲やられてましたもんね、もともと2つのバンドで先輩後輩バンドみたいなのが僕らが一緒にやりたいって言って解散させて、ええ、先輩バンドを、はい、すごいですね、一緒になった感じです、うちのベース、うん、ベースとコーラスやってもらったんですけど、もともとボーカルですからね、えベース弾いてる姿見たことないままベーシストにしました、りょうさんが違うバンドでボーカルやってたのを引きずり下ろして、はい、ベース弾けるって聞いたことあったんで、はい、弾けって、あ、そう歌ろう、そう歌おうかな、揉めたりしなかったんですか、意外とすんなりやってくれましたね、まあいい、別にいいよみたいな、ただベース あの力量を全く知らずにベーシストにしたんで、組んでからちょっと不安でしたけど、ベース持ってる姿初めて見た時、あれ、
見たことなかった。見たことなかった。どうする、急に縦にこう見たら、そっちみたいな、縦にも引いてます。ウッドベース系もいけると、ね、はい、ということで、うん、去年デビュー15周年、はい、今日はコールドレインさんのこといっぱい知りたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ただリサーチと本当、本当にだから近いね、今だから13年目か。そうですね。でもリサ前があるから、はい、本当に同期っていう風な感じですよね、うん、いや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 、やっぱりもう先にもバーって行かれましたから、そうか、もうついていくのに必死でしたよ。あの、これくらい、これくらい言ってたところに対してリサがこう言ったの。あの出方はね、まあ、確かにこんなかっこいいバンドが名古屋でリサもいて、コールドレインもいて、本当名古屋多いんですよね、うん、そこから出てくるっていう。そうですね、僕ら同世代ではいますね、スパイエアってバンド。そうですね、新宿ので、あの野外ライブやってるやつとか。あ、そうですね、あの通行人がこうやって、あ、そうそうあれすごかったですね、あの駅でもあの感じなんです。僕もだからきっと言い方変だけどダンスなんですよ、やっぱ。なるほど。もうあれが美しく、ジャンプした瞬間にもうブレイクがあって、サビ入るドンの瞬間に足を踏んだ時にクラスと結果が鳴るっていう、あの爆発力は僕本当のオタクっすね。いや、そうなんです。あれ僕リップやっぱりそこが好きやったりとかしたんで、あんなに絵になる人ってなかなかいなくて、うん、で、あったらこれでしょ、うん、ダメでしょ、そんなの。もうあの、なんていうんですか、ずるいでしょ、ゲームの主人公ですよね。あ、まあ、わかる、確かに。だからファイナルファンタジー2出たんですよね。そう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 。なんで2なんですか。なんでちょっと、ちょっと前なんですか。そう、スクエアニックスなんですよ。わかる。ああ確かに、まあ、あの褒められすぎてちょっと気まずい。でもこれで生まれはアメリカとか、そに日本はずっと日本、ずっと名古屋です、はい、ずっと名古屋、はい、でも英語はもちろんずっと。そうですね、お母さんに叩き込まれましたね。頭の脳内は全部ジャパニーズなんですね。いや、半分半分、両方、両方ですね。一番影響を受けたのは洋楽なんですけど、楽器持った時から、曲作り始めた時から勝手に出てきたのは英語でした。へえー、かっけー。だから未だに日本語の歌詞が一曲もないんですよ。書けないんですよね。あ、書けない、そういうことなんだ、はい、ずっといろんな人に聞かれるんですけど、日本語で歌いたくないわけではなくて、自然と出てこない。あ、逆に日本語の歌にはすごい憧れますけどね。バンド以外でじゃあ日本語の曲を作ったということもないんですね。例えばこう、なんとなくなんかこうちょっと何かに使うかもしれないと思って歌ってみよう。作ったことないですね。ない。そうですね。カバーとか、あのなんかトリビュート作品みたいなので歌ったり、この間後輩の曲にフィーチャリングでゲストした時は日本語の歌詞が急に送られてきて、でもちょっとこうもどかしいんですか。ちょっとだから、なんていうんですかね、ちょっと英語発音になっちゃうのが僕あんま好きじゃないんですよ。日本語は日本語で歌いたいっていうか、はぁ、なるほど、すぐなんか英語ので歌っちゃうから。だからこれがいわゆる、全然違うけど、俺青森県人なんですけど、はい、青森県人ってね、ね、全然違います。いやいや、同じ青森とアメリカ A なんだから一緒なんだね。いやいや、ただも一応言うけど、僕の僕アメリカ A だから、ね、はい、まあ USA ですけど、はい、あのギャグを標準語でしか言えないんですよ。ああ、なるほど。青森に行って津軽弁で普段喋ってる言葉、こうやって青森弁でこうやって普段名前になって、その名前ってる言葉でギャグ言えないんですよ。なるほど。もうギャグ言うときは標準語なんです。あ、だからそれをだーって思いながら、俺似てるって思いながら聞いたんだよね。似てるな似てんな、このホットレインとしては共感ポイント、共感だなって、シンパシーっつって。シンパシーじゃないですよ、爆笑してますよ違うでしょうね、彼女には、彼女には全く違って見えるでしょうね面白い面白いじゃないですか、はい、はい、ということで結成から約1年後、はい、はい、2008年にメジャーデビュー。ほら、めっちゃ早いでしょ。1年でメジャーデビュー、そうだから、すごいっすね。だからもうパンパンって。確かに、そう、メジャーデビューっていうのも本当たまたまで、